どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は学歴が高くなくても納得した就職活動をしたいっていう方に向けた動画になっております。先日アメバ TV に出演したんですけども、それで出会った子たちに出演していただきます。就活生と、あとは実際にフラン大学から内定を決められた戸川さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。節政くんから自己紹介をお願いします。はい、東京未来大学モチベーション行動科学部の節政です。今回こういう機会をいただいて、僕みたいな低学歴な人たちでも就活に成功できる秘訣だというか教えていただけたらいいなと思っております。今日はよろしくお願いします。じゃあ戸川さん、簡単に自己紹介をお願いします。鹿児島国際大学国際文化学部国際文化学科4年の戸川誠也と申します。凡庸な人間なんですけれども、内定をいただきましたので、それを皆様にどうしたかアドバイスをできればなと思っております。本日はよろしくお願いします。どういう企業に内定をもらったんでしたっけ？3社内定いただいたんですけど、上場企業からは、はい、1社が不動産関係で、あとの2社が IT 系になります。節政くんの方からですね、ガチの悩みの方を用意していただいたので、お答えいただけたらなと思ってます。じゃあ節政くん、登壇の方お願いします。フラン大学生みたいな学生が就活を成功させるためにはどういったことが必要ですか？ざっくり分かれると、長期的な対策とあと短期的な対策ですよね。世間でいう偏差値が低い大学の人たちってやっぱり頑張ってこなかったから、今まで能力ってのはちょっと低いんですね。なんでもうざっくり言うと、高学歴の人たち以上に努力するしかないですね。フラン大学とか高学歴とか言うてそんな関係ないって言われてはいるけど、関係めちゃくちゃあります。世間一般でいう頭のいい大学のいいところって、優秀な人たちが周りにいるんで、その人たちに自分も上げてもらえるんですよね。なんですけど、やっぱりそのエフラン大学って、正直これは申し訳ないんですけど、あんまりモチベーション高い学生いないんで、自分までモチベーションが下げられてしまうんで、そこがちょっと難点ですよね。サークルとか学生団体とかってなんか入ってましたか？サークルは1年生の時に4つぐらい入ってたんですけど、英語の勉強を始めてから全部やめましたね。で、学生団体は他大学の学生団体に所属はしてました。なんですけど、正直私よりも意識低かったんで、そこの学生たちが、そこもまあやめましたね。なんでサークルとか学生団体に関してはやってたけど、就活では生きなかった気がしますね。そういった中で戸川さんはどうやって頑張っていけたのかなっていうのは普通に知りたいなって思いますよね。戸川さん、そのあたりどうでしょう？私は他大学の友人いろいろ聞いてですね、情報を得たり行動を一緒に共にしたりとかしましたね。あとやっぱり今 SNS っていうのが盛んですので、いわゆるコミュニティっていうのは自分で作れる時代なので、そういうところで自分で積極的に動いて、自分と同じ志を持っている人間のコミュニティを作るっていうのは大事なのかなと思います。他にもしあったら教えていただきたいです。大学の先生と仲良くなるっていうのは大きかった気がしますね。大学の先生ってやっぱりみんなすごいエリートなんで、それはエフランだろうがどこだろうが、そういう人たちの考えや思考っていうのを毎日聞いてたら、もう自分までなんか頭が良くなったみたいに勘違いするぐらいなっちゃうんで、基礎的なことですけど、授業をしっかり聞くとか、研究室にお邪魔して話を聞くとかね、そういった感じで仲良くなれば、就活も多分手助けしてくれる先生もいらっしゃいますし、もしくは違う大学の先生にコンタクトしてくださる先生もいらっしゃるので。確かにそういうのは見落とされがちだけど、今できることとしてはありますよね。戸川さんは受験時のセンター試験の英語は200点中何点だったんでしたっけ？200点中20点でした。でもそこから大学時代頑張って成果を上げられたんですけど、そこのあたりの話をお伺いしてもいいですか？センター試験20点で大学に入って、本当に中学生レベルの英語もまともにできなかったんですよ。なんですけど、うちの大学って意欲のある人あんまり少ないんで、先生に聞いたらすごい優しく答えてくれるんですよ。はい、私も今の名誉教授の先生に、すいません、形容詞と副詞の違い教えてくださいみたいな、中学生みたいな質問したんですけど、すっごい優しく、偉いねって質問しに来るなんていいよ、教えてあげるって言ってすごい教えてくださって、今でもずっと英語を教わってるんですけど、褒められてなんか気分良くなるじゃないですか、こっちも。それでもうどんどんなんかやる気になっちゃって、勉強そのものが楽しくなって、気がついたら英語もかなり伸びて、 TOEIC も900以上、英検も1級取れたっていうのはありますね。英語20点の状態から TOEIC 900点とかすごい高得点取るっていうのは、ゼロから会社に入っても頑張れそうだなって思わせられますね。とて
テンシャルをアピールするにはもうかなりいいストーリーなのかなというのは思います。自己 PR の時とか就活の学士課の時とかってどういう感じで言ってたんですか？今のストーリーを軸に、私はすごいやる気があって、経験のないことでもやる気を出せばすぐ身につけられます。というのも、私はセンター試験20点だったんですけど、頑張ってトイックなんて取りました、英検取りましたって感じで、まず自己 PR とか長所を言う時にそういう風に言って、後からさっきの英語のエピソードを足すっていうパターンでしたね。学士課のそのエピソードっていうのは英語だけに絞っていったんですか？そうですね、もうメインでどっしりこうストーリーを持ってて、話をこう広げていくっていう感じでしたね。私の場合はいろんなことに手をつけなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、今の話聞いて、何か一つやるって決めたことに対して深掘りして、質とか話す内容の深みみたいなのを作っていくことが大事なのかなって今風に思いました。意識の高い学生とかマーチ以上の方だったりとかすごい多い中で、自分の大学名とかを言った時に自分も嫌だなんていう、いわゆる学歴コンプレックスみたいなものもあったりとか、向こうの大学も自分のことをなんかちょっと下な大学生みたいな風になんか思われてんのかなっていう風に思っちゃうんですけど、どういう風にそういうの捉えてましたか？学歴コンプレックスっていうのがあまりなんか意味のないことだなという風に私は思ってて、この劣等感っていうのは、いや分かりますよ、私も大学1年生の時とか、私が所属する大学が恥ずかしいとまだ言わないですけど、後ろめたい気持ちはあったんですけど、それは多分自信がないからなんですよね。私の場合は英語を頑張って勉強してですね、それこそ私アルバイトで家庭教師とか塾とかやってますけど、宮廷大に行きたい学生の指導をしたりとか、なんなら宮廷大の学生に大学英語を教えたりとかしてたんで、そうしていったら別に確かに学歴は低いけど、そこまでコンプレックスもなくなったし、自分の強みがあればそういったことって気にならないと思うんですよね。その強みっていうのをどういうふうに見つけていけばいいと思いますか？一つの方法としては勉強ですよね。知識を身につければそれは武器になりますよね。あとは資格というのも非常にいいかなと思って、それはやっぱり目に見えますから、いくら大学の本とかたくさん読んだって可視化できないんで、でも資格ってやっぱり手元に残るわけじゃないですか。それって自信になるんで、そういった方法があるんじゃないかなと思います。節政くん、自分の強みなんだと思いますか？打たれ強さなのかなっていうふうにはちょっと思っていて、それこそアベバの時でもひろゆきさんに言われたりですとか、あとコメント欄にもいろいろ書かれてはいたんですけど、でもそれって戸川さんだったりひろゆきさんからこうやって言われたことは今度ストーリーになっていくと僕は思っているので、そこをやっぱちょっとポジティブに変えていける力があるのかなっていうふうには僕は思ってるんですけど。いや、めっちゃ素敵だ。ちなみになんですけど、戸川さんは自己分析どういう感じでされてたんですか？ジョハリの窓っていう有名な自己分析表があるんですけど、自分で考える、そしてかつ他人にも意見を聞いてみる、それは非常にいいことなのかなというふうには思います。それは自分だけだと視野が狭くなっていくからとかですかね？それもあるし、自分が弱点だと思っていたところが他人からは強みだったりするんですよね。例えば私の場合は熱しやすく冷めやすいって自分では思ってたんですけど、他人に聞いたらいろんなことやっててすごいねとか言われたり、あ、意外とそれは長所にもなり得るんだなっていうことが判明したので、そういった意味で他人の意見を聞くっていうのは重要なのかなと思いますね。旬ダイアリーでも定期的に追っていきたいですね、節政くんの。あ、本当ですか、うん、嬉しいですね。なんかそういう密着みたいな感じになるんですかね。あ、密着は分かんないけど結論、学歴は正直それで決まるわけじゃなくて、自分次第でどれだけでも変えられるっていうところが伝わったんじゃないかなと思います。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。